パリ五輪リは11日の閉会式で17日間の熱戦が幕を閉じた。大会期間中には見る者の胸を打つ感動のシーンや、あっと驚くようなアクシデントなど、様々な場面があった。そんな出来事を改めて振り返る。今回は卓球の女子日本代表、張本美和の躍進。16歳ながら世界の大舞台で堂々と渡り合い、 団体決勝後にはその実力を認めた中国の世界ランク1位、孫英シャーからねぎらいの印を受け取った。日本が中国に敗れた直後、実はこんなことがあった。複数の中国メディアによると、試合に敗れた長本に対し、孫が五輪の記念品バッジをプレゼントした。中国メディアの関係者が SNS にその様子を公開。孫から受け取った長本が柔らかい表情を浮かべている。 中国メディア中華網を、猛遺体育によると、写真を掲載した関係者は、コートでは相手が泣きそうになるほど激しく戦い、コートの外ではバッジで相手を慰める。女の子の気持ちが一番わかるのはやっぱり女の子とコメントしたという。記事では、日本の張本美和は試合では挫折したが、孫栄社がオリンピックの記念品バッジで彼女を慰めたと紹介し、 中国の世界ナンバーワンのスポーツマンシップを称えた。それだけ長本の実力が認められた大会だった。女子団体1回戦のポーランド戦の第2試合でストレート勝ちで鮮烈な五輪デビュー。その時点で中国メディアから、今大会は早田ひな、平野美宇に次ぐ存在について、3人目は伊藤美馬ではなく張本美和だ、実力では平野美宇に劣らないと認める声が上がった。 さらに、ネット上の中国ファンからは、五輪デビューで3対0で相手を叩き潰したのが16歳って、ちょっと恐ろしい。将来の中国の大きなライバルだ、凄すぎる。張本美は16歳、可愛くて、卓球も強くて、将来が楽しみだし、怖い、将来の世界チャンピオン。など将来のライバルとして警戒する声もあった。ただ実際の決勝では、 1> 第1試合のダブルスで早田ひなとペアを組みフルゲームの死闘。第3試合で前述の孫と対戦し、1ゲームを奪った。共に試合には敗れたものの、今大会ですでに中国を脅かす存在になった。早田が女子シングルスで銅メダルを獲得したが、次回の2028年ロサンゼルス大会は日本のエースとして長本が君臨していてもおかしくない。そう思わせる大会となった。